ちょっと前からソーラークッキングにハマっています。きっかけは開けオフグリッドの著者佐藤千佳さんのお話を聞いたからです。そこでソーラークッカーを手作りすることにしました。材料は壊れた傘、ハサミと両面テープ、アルミホイル。まずは傘の内側にアルミホイルをペタペタと貼っていきました。できました。他に使うものは金網と飯盒と耐熱のビニール袋、ジップロックを使います。第1章、傘で太陽光を集める。1回目は失敗でした。傘が良くなかったのかなと思って作り直すことにしました。第2章、四角く囲って太陽光を集める。今度はタオルを敷いた段ボール箱にアルミを貼って光を集めることにしました。今度は炊けるかな。また失敗しました。飯盒は猛烈な暑さにはなるのに炊けない。それで既製品に頼ることにしました。最強の武器、真空収熱ガラス管。まずは人参をガラス管の中に入れました。ガラス管には破裂防止のためにラップを巻いています。なんとわずか45分間で湯気が立ち上ってきました。真空収熱ガラス管にはかなわないなと思いました。